本戦第3試合です。川崎慎一郎対斉藤優太の一戦、スーパーライト級、今夜この階級のタイトルマッチが行われます。画面左、赤いグローブが川崎慎一郎、青いグローブが斉藤優太です。さあ石川さん、ベテラン対決ですね。そうですね、はい、もう互いに、ね、もう表情から分かる通りですね、もう連敗中っていうところからの、ね、脱出するためのカップを持ったファイターの顔をしてましたね、はい、共にオーソドックススタイル、赤いグローブ川崎は現在5連敗、青いグローブ斉藤は4連敗、いきなりおーという声がありましたが、いかがでしょうか。2人ともやっぱ一発がある選手なん で、はい、でまあ結構こう攻撃するときっていうのはやっぱやられることもあるんで、結構こういけなかったりする選手もいたりするんですけど、2人とも結構そういうの気にしないでいくタイプなんで、はい、もうこれを1ラウンドからもう様子も、まあ、見てはいると思うんですけど、結構ガンガンいってるんで緊張感やっぱありますよね。でも松倉選手、体が温まっていない段階でリスクのある領域に入っていくっていうのは怖いことでもあるんですよね、はい、そうですね、だからこう負けてはいてもやっぱそれって勝負してる結果でもあるんで、はい、お互いそれぐらい勝負ができる選手だっていうことでもあるんで、ローキックは結構いいですね、川崎いいですね、ローキック、カーフの蹴り分け、思い切りもいいですね、はい、青いグローブの斉藤、左のフックから右のミドルキックにつなげていきます。左のフック、これは空振り、ここに川崎が詰めていく、左のフック斉藤の顔面を跳ね上げました。斉藤も右のミドル最後返しています。石川さん、距離感などいかがでしょうか。距離感今のところは、川崎選手が、ローキックをうまく当てる距離感ではありますけど、はい、斉藤選手はいつもこうなんです。別に距離感というより もうとにかく一発で自分の大砲を打ち込むっていう戦い方なので、はいはい、ある程度、ね、相手の攻撃をもらいつつ爆発するスタイルですね、その言葉通りこういう動きですよね。そうなんですよね、はい、型がない、いい意味でね、型がないからこそこのね、常に対戦相手が強敵なんですよね、はい、まあ、前回も契約退治をオーバーした相手、まあ、近藤健生に1ラウンド KO 負けでしたが、はい、それでも試合飲んでやるという姿勢も見せましたもんね。そうですね、あの試合はね、どうしてもね、まあ、残念な結果にはなってしまったんですけどね、はい、それでも最後まで歯を食いしばって力強い姿勢を見せました。斉藤、経営者でもあります、エステサロンを経営しています。左の経営者としての方も実業もどんどん拡大してますからね、背中を見せる立場になってますからね。でも松倉選手、やっぱり格闘技はやめられないんですね、はい、そうそう、本当に多分格闘技が好きなんだろうなっていうのがやっぱ見てて伝わりますね。戦い方もそうですけど、やっぱこの勝ちにこだわるというよりも本当にこう倒しにいってるっていうか、はい、自分が楽しんでるなっていうのはすごく伝わるファイトスタイルですよね。でも川崎選手は上手いですね。この斉藤選手がどの角度から飛んでくるかわからないという攻撃をトータルでも想定してますね、相手の攻撃を読んで動いているという感じですか。読んでというか、そう、うん、どこから飛んでくるかわからないけど、そこに対して、うん、集中力高く、自分の攻撃を的確に当てていくというところからですね。右のハイキック、ガードの上か。落ち着いています川崎。斉藤をじわりじわりと追い込んで、カーフキックも最後見せました。第1ラウンド終了です。松倉選手にまず伺いましょう。第1ラウンドの印象などいかがでしょう。そうですね、試合の流れ的にはやっぱ川崎選手がやりたいことをできているのかなと思う。距離を取りつつしっかりと蹴りを効かしてパンチを当ててっていう、まあ、でも斉藤選手は、ね、別にそこはいい意味で本当に関係ないっていうところがあるんで、まだ全然わからないんですけど、はい、まあ、流れとしては川崎選手がいい流れなのかなというふうに思いますね。いやでも石川さん、2年前ですかね、はい、でも斉藤もこういきなり出したパンチで逆転っていうのもありましたよね。そうですね、本当に神がかってたパンチ持ってますからね、寺島ひかる戦でしたよね、はい、そうですね、はい、本当に当て感抜群なので、だからこそ川崎選手に警戒されてるんですよね、はい、もう川崎選手が雑に攻めに行ったら斉藤選手のパンチ一発もらったら一気に流れ変わっちゃいますから、はい、だからこそまずはね、この斉藤選手のを削って削ってスピードが落ちてきたところに的確にまとめていこうっていう風な戦略を立ててるんじゃないかなと。落ち着き払った表情は川崎、はい、赤いグローブです。青いグローブ斉藤、川崎選手も激闘派なんで、はいはい、火がついちゃうかもしれないですよね。ただ熱くなるとまた斉藤にもチャンスが生まれるわけですね、はい、そういうことですよね、はい、
左で距離を測りながら左のフック当てた川崎詰めていくまっすぐのパンチ左のフックそういうチャンスを見たら逃さないですからねパンチ連打バランスを崩しますこれは一旦ではありませんすぐに試合が再開されていますここで蹴れるのがいいですねここで蹴ると多分もっと流れが変わってきますね松倉選手もこういう返しキック得意にしてますもんねそうですねこのやっぱ打ち合いの中でやっぱ蹴りが入ってくることでよりパンチが当たるのかなっていうふうに僕は思うんで、はい、やっぱすごく大事になってくると思いますね下から崩していくことが大事ですかそうですねやっぱパンチだけになっちゃうとどうして相手もやっぱこう見えてくる部分もあるんでそこでしっかり散らせるとすごく流れが変わってくるなっていうふうに思います、うん、そういう点では落ち着いた立ち上がりを見せている川崎、うん、そうですね、左フックこれもミッキーパー斉藤はただこの左のフック石川さんありますねそうですねはいでもだんだんこのねこの遠い距離は冷静に川崎選手が被弾しないように見えてますからね冷静に冷静にここもパンチ相手のパンチは見切りながら右のミドルもガードしています、うん、左ジャブ、ね、飛び込んでいく、斉藤選手外から飛んでくるパンチですね、はい、右も左もまっすぐのストレートというよりも外から来るパンチの方が率が多いので、まずそこはしっかりガード固めてますよね生き様を見せたいと話していましたが斉藤足も効いているか効きましたね効き始めましたね、ちょっと表情も苦しそうな表情に変わってきました斉藤川崎が詰めるそうこの、ね、顔に出ちゃっても足が効いてダメージが効いててもそこからでも逆転できるのが、ね、この斉藤選手の魅力なんですよね、はい、格闘人生をかけた戦いだと本人も話しています3分3ラウンドで僕は生き様を見せますと話していたのは斉藤そして相手の川崎も連敗中自分に似たものは感じると話していました共に生き様を全開に出しての戦い川崎は落ち着いているかドローキック飛び込んでいく斉藤松倉選手本当に川崎がしっかりとガードの合間縫って戦っていますね、本当に自分のやるべきことをしっかり遂行していってるなっていう本当ショートの左フックとカーフを結構狙ってるなっていう感じが僕はしますね5連敗している選手とは思えない試合運びですねそうですねもう斉藤選手 も, でもやっぱ これぐらいカーフ効いてくると前ってなかなか行けなくなるんですけどそれでもやっぱこう前に行くんで、はい、すごいですね確かにうわ歯を食いしばって石川さんのおっしゃった通り顔もくしゃくしゃになりながら前に出ていきます、はい、左フック力も少し入っていないかそれでも踏ん張って第2ラウンド終了のゴングを聞いていますこちら青コーナー斉藤優太あフラフラになりながら今コーナーに斉藤選手は、ね、前にお話をしたことがあるんですけど、こんだけね今自分が好きなことをやらせてもらえてるのは従業員がいるからなんだっていうねそのみんながいるからこそ好きなことをやらせてもらえてる、はい、だからこそちゃんとみんなに背中を見せたいっていうねそういう強い思いが本当にね太い柱としてあるのが斉藤選手なんだなっていうのをまた改めてこのね今の姿勢を見ながら背負ってる男なんだなって思いますよね経営者だからこそ、はい、応援してくれる人の数も人脈もありますので、はい、多いですし ね松倉選手、はい、一方川崎の方も5連敗、はい、そこから勝てば2019年3月ぶりの勝利ということになります欲しい勝利ですね絶対に、まあ、やっぱそういう中でちょっとこう勝ちが欲しすぎるとこういけなくなったりする部分もあるんで、はい、そこをしっかりこう自分の中でこう突き破れたらまたこの試合でも多分すごい流れは変わってくると思うんで、はい、まあ、次のラウンドもすごい注目ですね生き残りをかけた戦いです斉藤青いグローブ37歳赤いグローブ川崎31歳です今年はハイスピードジムの代表にも就任しました川崎子供たちにも応援されて先生頑張るね絶対勝ってくるよと約束しました東本久樹それから河原田龍二に修二にも勝利した経験を持ちます右ローキック斉藤が前に出ていくドーンを蹴り合うやっぱりね前足が効いてるから斉藤がラスト崩したランクを奪ったのは川崎ですこれでも立ち上がりました斉藤かなりダメージ深刻ですね、はい、そうですねでもね最後まで諦めないと思いますよ、もう自分の力パンチ拳を信じて前に出ていく戦い続けると思います声を上げながら斉藤川崎選手としてもですね、このねこの覚悟を持ってのリングですからね、はい、もう絶対に落とせないですからね、はい、だからこそこの斉藤選手のパンチを警戒しながら自分のやるべきこと的確に冷静にやり切ってますよね、はい、
まあ、本当は熱い気持ち前面に出るはずですが、落ち着いてここもローキック、レフェリーが試合を止めました。終始落ち着いた試合運び、最後は冷静にハーフキックで沈めました川崎慎一郎です。いやー石川さん、はい、まあ、斉藤の方は当然悔しい、川崎の方は本当に最後まで今ようやく笑顔です。いやもうね、キックボクシングクラッシュの戦いなんですけど、はい、それ以上にそのお互いの2人のファイターの人生背負ってる背景が見えるような、そのドラマが見える試合でしたね、はい、戦い方は対照的ですが、やはり松倉選手、はい、似たものがある2人の戦いでしたね。そうですね、まあ、本当に負けちゃいはしましたけど、斉藤選手みたいに僕はこう勝ちに行く姿勢がある選手は見ててやっぱすごい楽しいし、僕はすごい好きですね、はい、もうローキックで気持ちが萎えてしまう選手もいますもんね。そうですね、その中でもこうしっかりやっぱ最後まで勝ちに行く姿勢とか、はい、まあ、本当斉藤選手とかね、多分聞いた瞬間すごい多分攻めに行けるタイプなんで、そういうのってやっぱファイターとして僕はすごくリスペクトするっていうか、すごく大事にしてる部分なんで、本当にまた試合を見たいなっていうふうに素直に思いますね。はい、そうですね、斉藤選手倒れた最後まで目が死んでなかったですからね。そうでしたね、はい、倒れながらもまだ戦いたいんだっていう気持ちは出ていました、ね、そして勝利を収めたのは川崎慎一郎。いや大きいですね、この久しぶりの勝利、はい、2019年3月ぶりの勝利です。さあマイクです。皆さんこんばんは、ハイスピードジムの川崎です。まずはじめに今まで支えてくださったチームのメンバーで、スポンサーさん皆様で、ファンの皆様、本当にありがとうございます。やっと長い長い夜が明けたと思います。私仕事なんですけど、2019年の8月24日、大阪、K1 第2回目の開催の時に、あの篠原選手と戦わせてもらって、それ以降4年4ヶ月今日まで、勝ち星がなかったんです。まあ、それまで怪我で1年2ヶ月リタイアしたり、まあ、頭のダメージを抜くために今回も1年4ヶ月上げて挑んだこの試合でした。本当にこの4年4ヶ月何にやってもうまくいかなくて、本当くじけそうになったことが本当いっぱいありました。もう正直心はめっちゃ折れてました。 SNS ではめっちゃ強がりなこと言ってましたけど、もうほんま逃げたいその一心でしたけど、本当にあのたくさんの方々に支えられてここまでやってくることができました。今31歳で来月32歳迎えるんですけど、あと少しだけ、この格闘技やりたいです。全然あの皆さん僕全然脇役でいいんで、あのまた使っていただければ嬉しいです。ありがとうございました。選手退場。石川さん、ここからというマイクでしたね。そうですね、この脇役から主役へっていうね、このストーリー楽しみですよ僕は、はい。まあ、今年はジムの代表にも就任して背負うものも大きくなった中での勝利です。さあ川崎慎一郎の夜明けです。ありがとうございました。